同じ感じでちょっと BGM 気になりますか。なんか出てるんですよね。押しセロとか出てます。じゃあこれ抜いちゃいましょうか。これですれば。あ、これですね。そうですね。抜いていただいて、ヘッドホンからも多分ちょっと出てるんですよ。大丈夫です。大丈夫です。あ、これでいいですね。ありがとうございます。線抜きます。あ、すいません。助かります。じゃあ糖尿病でいきます。はいはい、暮らしをもっと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、川口、所沢をはじめ埼玉、東京で7店舗を展開する漢方専門一心堂薬局にご家族揃ってお試しいただきたい漢方薬の知恵をご紹介します。ヘルシー漢方のコーナー、今日も一心堂薬局尾身秀之先生とお送りします。尾身先生、こんにちは。どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。お願いします。早速ではありますが、今週はですね、糖尿病をテーマにお送りしていきます。はい。尾身先生、糖尿病ってどういうものか教えてもらっていいですか。はい。まず糖尿病とはですね、膵臓のベータ細胞というところから出てきますですね。インシュリンというホルモンの分泌異常によって、糖代謝の異常が起きる、病気のことを、糖尿病ということなんですね。最近すごく多いって聞きますよね。そうですね。もう日本人の場合、はい、4人に1人はもう糖尿病ないし糖尿病予備軍だということで、それぐらいの国民病みたいな形になってるんですよね。そうですか。はい。当たり前になっちゃった。もう本当そうなんですね。そうするとなるべく早い段階で気づいていきたいんですけど、そうですね。自覚症状ってどういった症状ありますかね。はい。まず糖尿病の自覚症状と言いましてはですね、喉が渇いてくるんですね。で、やはり水分を多く取ってしまいますんで、尿のですね量とあと尿の回数がですね異常にこう増えてくるんです。で、あとですね。尿がですね変にこう泡立ったりで、尿の色に関しましても先ほど言いました糖代謝の異常でケトン体という部分が出てきますんで、はい、尿の匂いがですね甘っぽいようなこう匂いになってるんですね。で、あとその、手先の、先の方がですねしびれてくるんですね。はい、で、あとその皮膚がかさつく、で体が重くだるく感じてしまう。で、あとそのこれはもうひどくなってくればですね体重がですねなんと減ってくるんですね、どんどん。そうなんです、ね、そうなんです。痩せてきちゃうんです。はい。こういうふうな症状がこの糖尿病の自覚症状としてですねよく言われる分なんです。はい。糖尿病自体ももちろんですがよく聞くのが合併症の方が怖いんだ、はい、なんていう話も聞きますが、その通りですね。合併症ってどういうものがあるんですか。はい。まず糖尿病の合併症でよく言われるのがですね、まず高血圧、あと腎臓病、あと神経障害で目の障害ですね。具体的に言うと目が見えなくなってきたり、あと白内障になったり飛蚊症になったり、要は目の病気、はい、であと精力が減退してくるというのがよく、糖尿病の合併症ということでよく話題になってくるものなんですね。はい、怖いですよね、この辺も。そうですね、やはり糖尿病の場合は、糖尿病自体はですねそんなに怖い病気じゃないんですが、この合併症が怖いということで、そういうところですよね。はい、そうすると多分4人に1人糖尿病なし予備軍っていうところで、相談も結構あるとは思うんですが、今日も症例お持ちいただいているかと思いますので、2例でしょうかね。はい、2例。はい、まず1方目からお願いします。はい。まずお一人目の方がですね、はい、空腹時の血糖が160ということで、糖尿病のその診断を受けられた方の例なんですね。はい、でこの方の自覚症状をお話ししますと、血糖値も高いんですけども血圧も高いと、上が165から168で下が90から100あるっていうんですね。で喉が渇いてですね体が重くだるいと。でおしっこの回数が多くてですね多い時は30分から1時間に1回のペースで行くことがあると。多いですね本当にね。もう座ったら立って、まあ、トイレに向かってでまた座ってきたらそんな感じだと思いますね。そうですよね。であとはですね便秘気味で最近太ってきたと。そうですか。で肩こりがひどいと。であとこの方肝臓の値、肝臓の働きが弱くてですね GOT、GBT の値もそれぞれ70台ですと。あとコレステロールの値も高いということをおっしゃったんですね。でこの方は病院にも通院されていらっしゃいましたんで、病院の方からの糖尿病の薬あとそのビタミン剤こういうふうなものを常用してますということを相談時にお話しいただいたんです。でこちらの方にですね服用していただいたお薬がですね、6味滋養丸というお薬と、あとその、大細胞糖というお薬を服用していただいたんですね。であとその、常時ですね喉が渇いた時に関しましては、糖尿病の方専用のですね解凍紅茶というものも服用していただいたんです。これはどこでも手に入れること可能なんですか？この解凍紅茶というのはうちオリジナルの糖尿病専用の方のお茶なんですね。なるほど、そうですか。でも石野薬局さんに行けばありますよね。オリジナルっていうことですね。でこのお茶のちょっと説明を加えさせていただくと、要はその7種類の糖尿にいいその生薬で構成されているお茶で、要は糖の吸収をブロックして糖の代謝を上げていくというお茶なんですね。そういうふうな形で、糖尿病の方専用のお茶としてよく糖尿病の方にはおすすめしている飲んでいただいている お茶なんです。で、話戻りますけど今ご紹介した2つの処方とこの解凍紅茶を飲んでからですねお話、聞かせていただいたのがまず飲み始めてすぐですね便秘の方は改善してきましたと。で1ヶ月半経った時点でおっしゃられたことがお腹が張ることなくですね肩のこりもですね少し良くなってきましたと。で3ヶ月経過した時点では体重も1キロ減ってですね血液検査の結果血糖値もですね125まで下がっていたと。非常に当初は160ぐらいあったものが125まで下がっていたと非常に喜ばれたんです。で体のだるさもなくなってきたということが3ヶ月経った時点でおっしゃられたことなんです。で6ヶ月経った時点ではですね、最近口の苦い感じもですね、なくなってきましてですね、おかげさまでその血糖値も110まで下がって落ち着いてるなんていうふうなことで報告しに来られたんですね。で10ヶ月経った時点ではですね、血糖値はさらにちょっと下がってですね100前後で落ち着いていますし、体重も最初から比べると4キロ減って体の調子が非常にいいというふうなことで喜ばれている方なんですね。なんか糖尿云々かんぬんももちろんですが、それ以外の体の調子がすごく良くなっている感じが出てますよね。そうですね。でやはりこの方はお薬もしっかり飲んでいただいたもちろんなんですけども、朝ですね20分早く起きてお散歩するような形になったんですよ。やっぱり体を動かすという分も一つこの方に関しては功を奏した一つの原因だと思うんですね。かもしれないですね。わかりました。まず一方目の例でしたが、じゃあ次お二人目いきましょう。でお二人目の方なんですけども、今からご紹介する方は約10年前からこの糖尿病でずっと患われた方の例なんですね。10年ですね。それで、血糖値がですね、180台、そしてあとヘモグロビン A1C というそのもう一つの糖尿病の数値であります値がですね 8.1 あった方の例なんです。これは高いですか？高いですね。平均でいうとそうですね。やはり平均からしますと、2ぐらいはもう高いような形なんですね。結構高いですね。でこの方の、自覚症状をお話ししますとですね、この方もやはりその口が乾いてですね水分を多く取ると、でトイレの回数がこの方も多くてですね1日に10回から12回日中で行くっていうんですね。多いですね。それで夜はですねさらに23回は行くと、で尿が泡立ってですね甘いような匂いがするっていうんですね。それもポイントですか？よく聞きますが。そうですね。であとその皮膚がですねカサカサしてかゆいと、で体が重だるいと、でこの方も病院の方から糖尿病の内服薬、であとこの方の場合サプリメントとしましてですねグアバのお茶と毒ダミのお茶を、飲んでますというふうなことをおっしゃられた方の例なんですね。でこちらの方に服用していただいたお薬がですね白虎か人参糖というお薬と、あと、この方も、グアバ茶とドクダミに飲まれてましたけども、それを解凍紅茶に変えていただいて、この白虎人参糖と解凍紅茶で、治療していただいたんですね。でこの方の経過をまたご紹介しますと、まず服用しまして2ヶ月経った時点でおっしゃられたことが、口の渇きがなくなってきたしトイレの回数も減ってきたと。で3ヶ月経過した時点ではですね、血液検査の結果ヘモグロビン A1C の値もですね以前に比べて1下がっていましたし、血糖値の方もですね当初180あったものが135まで下がってたと。で5ヶ月経過した時点ではですね、最近口の渇きは全くなくなってですねトイレの回数も減って皮膚のかゆみも少なくなったと、そういうようなことをおっしゃられたんです。で9ヶ月経った時点ではですね、血液検査の結果ヘモグロビン A1C の値も前回よりもさらに下がってましたし、もちろんその血糖値の値も下がっているということで報告していただきました。で13ヶ月経った時点ではですね、体調は非常に良くて、検査結果ももちろんなんですけども、以前あった自覚症状、細かい自覚症状、そういうふうなものもほぼ良くなったということで非常に喜ばれている方の例なんですね。本当ですね。この方も、だって10年ぐらいでしたもんね。そうですね。何か他に気をつけられたことは。そうですね。この方はですね、特にその先ほどの方のように散歩したとかそういうのもないんですけども、タバコをやめたんですよね。当初はもう1日20本ぐらいはこれ飲んでたんですけども、あとコーヒーですか。コーヒーも好きでお砂糖を入れて飲んでたんですよね。ですからタバコを1日20本1箱を吸ってたのをやめて、あとお好きだったそのコーヒーを少なくしたと、これだけなんです、この方の場合は。でもタバコやめるって結構大変なことじゃないですか。大変だと思いますね。でもやっぱり本人の努力が出た部分もあるんでしょうね。そうですね。プラス漢方ですよね。だからね、本当にね、病気としては大変な病気かと思いますけれども、今日糖尿病をテーマにお送りしてきましたが、大石先生から最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージお願いします。先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけども、糖尿病というのは日本人の場合4人に1人が、糖尿病か糖尿病予備軍だと言われる本当に国民病で、もう本当に悩まれている方非常に多い病気です。でこの大変なその病気もですね、生活のちょっとしたその部分を変えるだけで、今日ご紹介させていただいた方と同じように良くなるケースが本当にあるものですから、ぜひお悩みの方本当にお気軽にご相談いただければと思います。ありがとうございました。一神堂薬局のヘルシー漢方、今日も一神堂薬局尾身秀之先生とお送りしました。尾身先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうしましょうか。じゃあ3つ取ります。この感じでいくとまた12、13分かかると思うんで、すいませんが、はい、上手にいきましょう。中途半端ですいません。いえいえ、そんなことです。